通訳委員会について報告させていただきます。はじめに菅総裁から、衆議院の予算審議も大詰めを迎えている、予算成立に向け万全を期してまいりたい、山田広報官の辞職に関しては大変申し訳なく思っている、今後国民の信頼を回復し期待に応えられるように行政府としても対応してまいりたい、先週金曜日福島県沖を震源とする地震に関する支援策を取りまとめた、東日本大震災から10年の節目にあたり復興への希望をつないでいけるようにきめ細かな被災者に寄り添った形の支援策にしたい、緊急事態宣言は昨日をもって6府県を解除した、首都圏1都3県については期限である3月7日に解除すべく今一度対策を徹底し状況をギリギリまで見極めた上で判断したい、これまでの対策により感染者は大幅に減少し重症者入院者も継続して減らすことができている、今後は再拡大を何としても防がなくてはならない、解除された地域でも引き続き緊張感を持って対応してまいり変異株の監視体制も強化したとの発言がありました。二階幹事長の発言については後ほどお願いします。森山国対委員長からは、予算委員会は本日午前に集中審議を行い午後は一般質疑を行っている、山田内閣広報官の辞職の件で開会が30分遅れたが審議は予定通り進んでいる、なお野党に対し明日午前9時から締めくくり質疑を行い採決する日程を提案し合意した、委員会散会後の理事会で本会議に緊急上程することも合意している、総務財金両委員会の関連法案についても明日の予算委員会後にそれぞれ質疑を行い採決し本会議に緊急上程する、次回の本会議は明日広報上13時で立てる予定、不測の事態がなければ15時開会見込み、令和3年度総予算、地方税法、地方交付税法、所得税法、公債特例法の採決を行うとの発言がありました。末松参院国対委員長からは、本日17時50分に予算理事懇を行い予算案の参議院送付を前提に基本的質疑の日程について協議を行う予定との発言がありました。関口参院会長からは、来年度予算案の審議が大詰めを迎えている参議院としても国対予算の現場を中心にしっかり準備を行っているとの発言がありました。世耕参院幹事長からは、予算については今週半ばから参議院が主戦場となる、緊張感を持って臨んでまいりたいとの発言がありました。山口選対委員長から、先般自民党公明党両党本部において衆議院広島3区に関し小選挙区は公明党の斉藤哲夫副代表を与党統一候補とする、自民党の支部長に内定している石橋凜太郎氏は比例代表候補として公認することについてを主な内容とする合意が両党の選対委員長間においてなされた、本日これに自民党広島県連、公明党広島県本部も加えた4社での最終合意がなされた、新たに加わった項目として、自民党本部と広島県連は広島3区を全力支援し、公明党本部と広島県本部は広島県内の他の全小選挙区において全力支援する旨、また参議院広島再選挙などその他の国政選挙も両党が相互に全力で支援する旨も追加された。今週4日木曜に千葉県知事選挙が告示される、この関係で本日この後千葉県の浦安市でビジョンカーを使用して街頭演説会が行われる、党本部から野田幹事長代行と小野寺組織運動本部長がリモートで参加する予定が今されました。下村政調会長からは、今週の精神は火曜木曜に開催する核法条約等の審査を予定しているとの発言がありました。
佐藤総務会長から総務会は明日11時から開催する、5日金曜にも開催するとの発言がありました。小野寺組織運動本部長から党員数について報告がありましたので、せっかくですから小野寺本部長から直接お願いします。よろしくお願いします。組織運動本部長の小野寺です。自民党員数について報告をさせていただきます。令和2年党員数は1,136,445名となりました。対前年比 104.62%、 5,147名の増加ということになりました。今回コロナ禍で政治活動が制約される中、対前年5万人増、平成30年の110万名台の回復、特に今回は政権奪還後最大数ということになりました。また36都道県で、対前年増となりました。この成果は都道県連等地方組織、国会議員、地方議員、友好団体をはじめ、皆様お一人お一人の日頃の地道な活動の積み上げだと考えております。改めて深く感謝を申し上げます。しかしながら党勢拡大は道半ばであります。次期総選挙、来年の参議院選に向けて総力結集で二階幹事長先頭に120万人党員の達成を目指してまいります。よろしくお願い申し上げます。それでは二階幹事長お願いします。はい、いつもありがとうございます。ただいま120万党員の目標達成のためにというお話がございましたが、我々はそのことを着実に実行させていくためには、それぞれの組織あるいは個々の国会議員それぞれに、割り当て数を決めてです、具体的にこれを達成できるようにいたしたいと考えておりますので、また国民の協力をお願いを申し上げるものであります。衆議院の予算審議はご承知の通り、大変この重要な段階を迎えているわけであります。年度内に成立のためにこの一致団結して、国会対応 に努めてまいりたいと思っておりますので、国民の協力をお願いしたいと思っております。私の役員会での発言は以上のとおりであります。質問があればま
まあよくご本人が考えた上でのご決断であったろうと思います。それ以上にそれ以外もありません。はい、どうぞ。東京新聞の山口です。どうぞ。関連してですね、山田広報官の後任について女性が望ましいとか、どういった方が望ましいと感じるのでしょうか。党内で広く関係者のご意見を聞いて決めたいと思います。まあ女性活用といいますか、女性にご活躍の場を広く広めていくということは、いつの時にも自民党は考えているわけです。必ずしもそれをにこだわってですね、するというよりも広く党内の意見を聞いて対応することがいいと思います。だって党の意見を言うしかないと。はい、私のです。先ほどお話があった党員のことについてお伺いします。政権復帰後で最多となったということですけれども、改めて、コロナでなかなかその党員獲得されてるんではないかというお話もあったと思うんですが、こういった数が出てきたことについて感想をお願いします。これは我々党員獲得ということに対しては常に努力をしている結果であって、これに満足することなく、さらに党勢拡大に努力をしていきたいと思っています。はい、別件なんですけれども、先ほど冒頭の発言の中でもあったと思うんですが、次期広島の衆院選挙についてなんですけれども、今日公明の斉藤鉄夫副代表を与党候補とすることで最終合意をしたということなんですけれども、幹事長の受け止めをお願いします。与党統一候補ということに決めさせていただいたわけでありますが、決めた以上絶対に、当選できるようにですね、党は全力を傾けて応援したいというふうに考えております。はい、関連なんですけれども、今回その広島3区については地元の女子参権限では地元の意向としてその自民から候補者を出したいという思いが強くあったようなんですけれども、最終的にこのような形にいったことについてはどのように考えられますでしょうか。常にそういう前段お話になった通りのことをみんなが考えていることは、それは自由民主党としては当然のことで、しかしいろいろの曲折があってですね、結論として今のようなことになったわけです。我々はこれを支持するということに対して何か問題はありません。広島の中国新聞の樋口と申します。はいはい、関連で言ってもらいます。今日まさにその最終合意ということなんですけども、自民党のこう県連というよりは支持者の、県内の支持者の自民党の支持者の中にですね、どうぞ。はい、なかなかその公明党の候補者をこう小選挙区で応援するのはなかなか難しいという声があるのは事実です。でこういう今回の合意をどういうふうにその実際に具体化せるというか実現をさせていくという考えですか。自由民主党と公明党とは連立政権でありますから、この連立政権を具体化していくということは、ここの選挙区においても常々そういうことを考えていかなきゃいけないわけでありまして、今回こういう状況になったことに対しては当然のことだというふうに受け止めておりますから、自由民主党この新聞はそういう方向で臨んでいただくようにしたいと思っております。組織の方にこう党員支持者向けの説明とかそういったものを努めていきたいというか、努めていただきたいというか、それは当然のことです。関連性の文句だけ、はい、これ今回の最終合意を受けて公明党の本部の方にこう今のさ参議院選挙の再選挙が迫ってまして、こちらの他の国政選挙でも同様の代表したいというふうな
合意内容になってますので、参議院選の西田元経産官僚の西田さんの、公認を今されてますけども、この西田さんの推薦要請というのを公明党さんに近くされるお考えはありますか。ちょっと推薦何あ推薦あの推薦要請をですね、参議院の再選挙も4月に控えておりますけど、そちらの公認候補者の西田さん、元経産官僚の西田さんの推薦要請をですね、あの公明党さんに近くされるお考えはありますか。明日二冠二国で話し合いの機会がありますから、その際申し上げたいと思っています。今の今日の段階ではまだ推薦要請するという考えじゃない。いや、明日そういうことを代理する機会があるということですね。今日はそういう考えがないということです。ああ、すみません。明日そういう考えです。明日進めるという段階。はい。はい、ありがとうございます。他に、はい、どうぞ。あの経済新聞の関係者どうぞ。党員について考えます。幹事長の役員会の発言で、以前そしてここの国会議員に割り当て数を決めて具体的に達成できるようにしたいという発言でしたが、今ある国会議員への目標とは別に割り当て数を決めて、まあケースバイケースでしょうか。ただ以上をしまして会見終了します。ありがとうございました。